はい、どうもゆうたです。今回はちょっと愛車紹介動画っていうことで、友達の車なんですけど、こちらゴルフの 7.5R のパフォーマンスっていうグレードで、こちら100台限定で、このターメリックイエローの色は30台限定でかなりレアな色になってます。はい。で、一応オーナーさん、どうぞ。じゃあオーナーさんです。どうもこんにちは、カン君と申します。はい、ゴルファールに乗ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあもう早速外装から、じゃあちょっと紹介してもらいましょうかね。じゃあフロントからなんかエアロとかはついてますかね。これリップスポイラー、フロントの前の部分だけが、石川エンジニアリングっていうところが出してるアイスイープっていうブランドの、フロントリップスポイラーになってます。で、サイドはですね、純正で、黒い部分が、ここだけが車外って感じ。そうですね。で、こっちは純正でついてるやつ。そうですね。純正と一体感のあるエアロっていうことで、そこをつけてますね。いい感じですね。あとフロントでいうと、ナンバーの枠が、純正だと黒いので、あ、これ納車の前にそういうプレートもらってきて、あの板金屋に塗装してもらってますね。あとエンブレムがちょっとした色が変わってるとかですかね。いいですね、シャレをつないで色で、はい、あとまあ牽引フックですかね。たまにサーキットも走るもんで、いちいちつけたり外したりするのめんどくさいので、牽引フックもつけて、これロープ型なんでしまえるので、普段はしまって走ってます。いいですね。フロントはじゃあこんな感じか。あとはじゃあ足回り、このホイールが19インチ。これはそうですね、19インチの、プレトリアっていう名前のフォルクスワーゲン純正のホイールになっている、限定車でたまに使われてるようなホイールなんですけど、単造なのかちょっとよくわからないんですけど、純正1本13万円するらしいんですよ。お高いですね、これは。そんなに高いのかなっていう感じですけど、実際に持つと本当にすごい軽いんで、本当にもしかしたら単造かもしれないなっていうような感じですね。いいですね。で、車庫帳が入ってて、こちらも石川エンジニアリング製のアイスイープっていうブランドの、コンペティションっていう、ピロアッパーマウントのキャンバーをつけられるようなタイプの、車高が下がっても見えないかもしれないんですけども、そういった、車高調も入ってます。スプリングレートがフロントリアともに 12.5kg、まあ、ちょっと固めのセッティングですけども、その車高調が入っています。で、ブレーキローターもこの R パフォーマンス専用のドリルドローター2ピースタイプになってるんですけども、ローターが入ってます。で、キャリパーのカバーも、パフォーマンス専用になってます。まあちょっと残念なのが、パフォーマンスになっても片押しキャリパーシングルポットなので、まあちょっとそこら辺はできれば4ポットぐらいの対向ブレーキとかがついてればよりいいのかなと思ってるんですけどね。そうですね、まあ大きいんで効きっていう意味は十分なんですけど、まあ、サーキットとか行くとどうしても熱の問題が出てくるので、そういったところとかはもう、ブレーキはもうちょっと強化してほしかったなっていう部分ではあります。結構もうローターはレコードラインが入っちゃってますね。そうですね、結構激しいブレーキするんじゃないですか。さっき言ってどうしてもそうなっちゃいますね。車重も 1500kg 以上あるんで。なるほどね。ブレーキは結構きついかなっていう感じはしてますね。これミラーはカーボンなんですかね。これもパフォーマンスの標準装備で。なるほど、カーボンのやつになってます。これなんか社外じゃない、純正パーツ保養パーツで買うと8万円するらしいんですけど、さすがカーボン、そんなに高くなくていいだろうっていうような感じがするんですけど、この下の黒いなんかスカートみたいのは純正、サイドスカート、これ純正ですね。これも多分 7.5 の R、まあ、後期型ですね、の R は多分標準装備になってます、ね、なるほど、はい。でリアも、まあ、リアのサイドブレー、ブレーキも特に変わりなく普通の R モデルと一緒ですね。まあ、見た目で言うとちょっとしょぼいかもしれないですけど、だって普通のベンチレーテッドディスクです、後ろは。後ろはこのリアのスポイラーが変わってるのかな。そうですね、スポイラーがこちらも愛用している石川エンジニアリングさんのアイスイープの
リアスポイラーになってます。ゴルフワールドちょっと短いんで、もともとが、まあ、好みの問題なんですけど、私ちょっと長い方がちょっと長いぐらいのが好きなんで、ちょっとスポイラー後から足してますね。なるほどね、はい、やっぱ長いのは女の子も好きですからね。そうですね、きっとそうなんですよね。はい、まあ、あとは、まあ、テールランプが純正ですけども、流れるウインカーで LED になってるかな。あ、いいですね、流れるのは。あとは何よりもこの車の一番のポイントとしては、アクラポビッチ製のマフラー、確かスロベニアですかね、の企業のだったと思うんですけども、チタンマフラーが入ってます。これはすごいね。後から買おうとするとなんか70万近いっていうのが聞いてます。はあ、お高い。それが純正で入ってると。もうなんかもうチタン焼けしてますもんね。なんかすごい見えます、これチタンに。これ焼けてるんです。焼けてますね。後でちょっと音聞かせてもらいましょう。後ろはこんな感じか。そうだね、タイヤのサイズ言ってたかな。タイヤのサイズは前後ともに235、3519。そうですね、3519で、コンチネンタルの何でしたっけ。コンチのなんだこれ、コンチスポーツコンタクト SP IVE P IVE P あんま詳しくないんですけども、 5P です。ずいぶんすごいタイヤだな。235、3519です。あ、このバルブも変えてんのか。あ、バルブのキャップもね、ちょっとしたアクセントで、このツアーゲンのこれいいね、かっこいい、マークになってます、エンブレムになってます。まあ、タイヤは、まあ、純正なんで、まあ普通の走りする分には問題ないですけど、まあ、私さっき言ったようにサーキットとかも走るんで、サーキットとか走るときはもう18に落として、他のメーカーのハイグリップを履いたりは、もうワンセット持ってるんでそっちを履いてます。これはあくまでももう普段使いということですね。普段の利用でね、はい、はいはい。じゃあ外装はこんな感じですね。そうですね、あとは車高を落としてることによってタイヤが引っ込んじゃうんで、後ろに 12.5mm、フロントに 15mm のスペーサーを入れて、ドイツ車はボルトナットなので、ハブ側からボルトが出てるわけ、ネジが出てるわけじゃないので、ロングボルトにして、そのホイールを履かせてるような状況で、まあ、面については、まあ、結構決まってるんじゃないかな。結構つらつらですね。はい、まあ、車高の落とし方も、まあ、まあそんなに下品じゃないんじゃないかな。そういうのを目標にはしてます、一応スペーサーなので普段履きはスペーサー入れてますけど、まあ、サーキットとか行くときはもうスペーサーも外して、すごい G かかるときは、そういうの全部外してます。じゃああとは内装見ますか。内装はでも普通の R と変わるとかあるんですかね。そんなには変わんないんですけども、レザーシートのがカーボン調になカーボンの柄になってるぐらいです。あ、これレザーの質が違って、ナッパレザーっていう、なんかちょっとレザーが別の、それとはちょっと違うレザーを使ってるらしいんですけども。はい、なるほど。まあ、あとはまあそこゴミ箱があるぐらいですかね。はい、まあ、パフォーマンス専用パーツですね、これは嘘です。はい、あとはシフトノブが、あっちから見ようか。シフトノブがこれアウディの RS 用のやつを R のやつに加工して、まあ本当に自己満足の世界ですけども、ちょっとしたものに変えてます。なるほど。はい、あとはパフォーマンスという意味だとそんなに大きな変化点はないんですけども、このゴルフの 7.5 になるとメーターが液晶だと。ああ、なるほどね。はい、ちょっとスイッチを入れてみましょう。おー、すごい、メーターが全部液晶になると。で、こちら大きい、結構違うとこというと、ナビゲーションが、真ん中にももちろんあるんですけども、地図表示がですね、メーターのとこですると。これ最初こんな機能全然いらないなと思ったんですけど、意外と乗ってみるとですね、視線移動が少なくて済むので、意外と便利なんですね。それは便利そうですね。はい。今ちょっと公園の中にいるんですから、何にも地図表示、何にも出ないですけどね。真っ白だな、これ。見えない。ちょっと地図を拡大すると、まあ、こんな感じで。なるほど。ちょっとなんか、光で見えにくいな。まあ、こんな感じでございます。はい。あとはこれ、フルバケが入ってるんですね。そうですね。まあ、ちょっとさっきから言ってるように、さっきと走るもんですから、
っと純正のシートだとちょっとホールド性が低くてですね、普通の走りするんだったら十分のホールド性なんですけども、どうしてもサーキットになるとですね、フルバケットシートの方がいいもんですから、うんうん、フルバケに変えております。こちらがあのレカロの RSG というモデルですね。それの一応レザーアルカンターラっていうタイプにしてます。ここにアルカンターラの文字が本当はこんな高いの結構値段は張るんですけど、これかなり RSG の中だと一番高いぐらいですかね。そうですね、一番高いやつにしてしまいました。いくらぐらいですかね。これが全部で取り付けとかもで30万近かったです。25、6万、25、6万ですね。30万までいかないですね。あ、まあまあしたんですけども、お高い、まあそんなの買うつもりなかったんですけども純正がレザーシートなもんですから、お店の人がですね、もうレザーシートならね、フルバケにしてもレザーのがいいよとすごい勧められて、うん、内装にもうまいこと乗せられてしまいました。バッチリこれ合ってますもんね。あとは4点式シートベルト、まあ、普段はつけてないですけど、もちろんあのもうつけたままそこに高田ですかね、この色は。そうですね、あ高田の、いいですね、高田、はい、そんなこと言って怒られちゃう。リボルがそんなこと言って怒られちゃう。まあ、ハネスは大丈夫でしょ。大丈夫です。あと後ろは、まあ、後ろも変わりなくですね、まあ、ゴルフ R 自体があのフル本革シートになってますので、特に大きな変わりなく、後ろがあの運転席側はフルバケになってるので、後ろの席はあの後ろ運転席の後ろに乗った方は非常にラッキーかなと。足元が非常に広いですね。広いですね、フルバケの後ろはやっぱり、はい、そうですね。でこんな傘立てもついちゃって、これ別にパフォーマンスの標準装備ではないんですけどもこの傘だとオートバックスで売ってますんで、これ非常に便利です。これすごい便利ですよ、はい、傘差すの。なんかワゴン R には なんか最近ドアのには専用の傘ホルダーがあるらしいんですけど、広瀬すずさんが宣伝してますので、ね、それを見て社外パーツがあるんじゃないかなって調べたら、これ意外と便利ですね。はい、こんな感じですね。じゃあこんな感じ。そうですね、あと給油口が日本車は最近増えてきたんですかね。これ意外と便利ですね。あ、こうやって開いて、ね、はい、給油口の、はい、これの WRX は未だにあのカチャってカチャって運転席、運転席でカチャって、はい、たまにあの人の車乗せてガソリン入れようとするとね、あの開けるのを忘れるんですよね。一回運転席戻んなきゃいけないんですよね。じゃあ内外装はこんな感じ。あとまあヘッドライトですかね、あのデイライト、最近ヨーロッパ車によくあるデイライトかですね、うん、あの意外とあの右折とか右直事故とかなんかあったりしますけど、まあ、本当に効果あるかちょっと分かんないですけど、バイクと同じ感覚ですね。昼間は全部つきっぱなし、あのデイライトがつきっぱなしっていうような感じですね。ヘッドライトも LED になってますので、まあ、結構明るいですね。 HID と比べ、前の方の HID と比べても全く劣らないか、むしろ明るいんじゃないかぐらいの。ヘッドライト4灯光るので、まあ、見た目もそこそこかっこいいかなと。4灯はいいですね。でオートハイビーム、あ、そうですね、オートハイビームがついてて、かつ対向車と前走車をですね、あの判断してですね、そこだけ暗くなるっていうような仕組みもついてて、最近ドイツ車だったりあのクラウンとかアルファでもついてるらしいですけど、最近高い車とかについてるそういったあのアダプティブヘッドライト、名前、細かい名前忘れちゃいましたけど、そういったのもついて、これ非常に便利ですね。はい、はい、じゃあちょっとあとは試乗してみましょうか。アクラポビッチのねマフラーの音も聞きたいんで、まあ、僕の動画で載せてはいるんですけど、ちょっと室内からも聞いてみましょうね。じゃあちょっと乗っていきます。じゃあ今ちょっと乗り込んでもらったんで、マフラーの音、ちょっとエンジンスタートの音聞いてみましょう。はい、どうぞ。いやーすごい、うるさい。はい、であと吸気もちょっと変えてるみたいなんで、ちょっと吸気の音も聞きたいですよね、皆さん。やっぱりちょっと、じゃあちょっと吹かしてください。すごいな、吸気音が。こんな感じです、吸気は。
今の車乗り込んだんで、ちょっと室内どんな感じの乗り心地とか、マフラーのアクラポビッチの音がやっぱ気になるんで、ちょっと聞いてみましょうね。はい、せっかくなんで。レースモードっていうモードになっておりますので、ちょっとマフラーのフラップが全開状態なので、純正状態でもこのフラップの回転機能がありますので、今開いた状態なので非常に音量もそこそこな、そこそこな音量になってます。すごいうるさいね、これ室内までこんなうるさいか。乗り心地がこれ硬い。楽なモードですね。ハンドルが、ステアリングが軽くて、かつ、純正サスペンションであればサスペンションも一番柔らかいモードの状態となってるんですけども、これは今マフラーのフラップが閉じた状態になってますので、比較的静かな状態になっています。本当に、閉じた状態ですと、まあ普通の車とまでは言わないですけど、普通のゴルフ R と変わらないぐらいの、ちょっとしたスポーティーな車ぐらいの音量で、シフトもポン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 上がってきますので、非常に普通の車と変わらないぐらいの感じで乗ることができます。これは非常にゴルフの中でも、ゴルフの非常に優秀な部分なのかなっていうような感じは、受けます。そうだね、マフラーの音量コントロールできるのはすごいいいよね。そうですね、朝会社行くときに、私通勤使ってるんですけども、閉じた状態であれば朝問題なく、開く、出勤することもできますので、非常にこの機能は重宝してますね。ダブル RX にも欲しいな、それ。ダブル RX にもあると非常にいいですよね。国産車はあんまりこの機能ついてる車少ないみたいなのがほとんどないかな。確かにそうだね、はい。じゃあこの閉じた状態でアクセルを踏んでみたいと思います。うわ、全然静かだな、やっぱさっきのに比べると。そうですね、非常に静かだと思います。点火カットのバツンっていうバチっていうこともほとんどなく、アクセルオフの時の、アクセルオフにバリバリ言うのは何なのかよくわからないんですけども、WRC のミスファイアリングシステムみたいな、 そんなような、多分演出だとは思うんですけども、すごい、そういった音も普通のモードでは、なりません。まあ、吸気変えてるんで、この室内もですね、結構吸気の音が入ってくるんじゃないかな。すごいね、踏むとシューってすぐ入ってくる音が。車庫調もサーキット向けのやつ。そうですね、サーキットを重視したセッティングにお店にお願いして作ってもらってるんで、まあ結構固めですよね。なんかもうここちょっと軽く走ってるだけだけど、すごい安定感がやっぱりすごいですね。なかなかゴルフだとこの手のサスペンションをつけてる人って結構少ないですよね。ガードレールとかだと結構多いんじゃないかなっていう感じがするんですけど。これも石川エンジニアリングの車庫調。そうですね、石川エンジニアリングというお店でいつもお世話になってますので、そこのオリジナルの車庫調をつけています。すごい段差が。じゃあ走行動画はこんな感じで。そうですね、終わりにしましょうか。これで十分ご楽しみにいただけたんじゃないかな気がします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。